どうも、世界全トレーナーの飯田です。今回はですね、誰でもできるようになるプランクの正しいやり方と練習方法をご紹介していきたいと思います。でですね、プランクというのはもはやですね、体幹トレーニングの中でも定番だと思うんですけれども、手をですね、肩の下について足を伸ばしたこういうプランクの形っていうのはですね、実は結構強度が高いような種目になっています。で、これができないからといってプランクの同じ形をですね、取り込もうと思ってもなかなかできるようにはなりません。ではどうしたらいいかというと、どのトレーニングもそうなんですけれども、若干ですね、レベルを落としていきます。で、ギリギリできるよっていうところを練習していくと、徐々にですね、できるようになっていきますんで、そこのですね、ポイントをご紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、ではですね、プランクの練習方法をお伝えしていこうと思うんですけども、その都度ポイントっていうのは言っていこうと思います。で、段階を踏んでできるようになっていただきたいので、まずは簡単なところからですね、一緒にやっていこうと思うんですけれども、肩の下にですね、肘をついてでいきましょう。そして足の付け根、股関節の真下に膝が来るような四つ這いの姿勢を作ります。で、プランクの時っていうのは体がこういう風に下がりたくなるので、しっかりと体を引き上げておいてください。で、背筋をですね、ピンと伸ばした状態をまずは作ります。で、大変な時には腰が反りたくなってくるんで、この状態で腰が反ってきてしまう場合には腰のところだけ丸くするようにします。イメージとしてはお尻の穴をちょっと前に向けるようにしてもらうと、お腹の下が使われているのが感じれるかと思います。膝の間のですね、スペースは拳1個分ぐらい保っておいてください。はい、で、ここはですね、できるようになってきて、だいたい10秒ぐらいキープできるようになってきたら、少しずつ膝のお皿1個分ぐらい構いませんので、膝の位置を遠くしていきます。大事なのは肩の下の、肘が来たポイントっていうのは変わらずに、膝だけちょっと後ろに引いてきますね。で、引いてっても、この背中の状態っていうのができるだけまっすぐ、もしくは腰のところが丸まった状態っていうのをキープできるようにしておいてください。はい、で、これでつま先の方は上がってても上がってなくても膝の方で支えてますので、これで高くキープできるように10秒ぐらいできるんだったら、最終的にはそこからつま先をついて膝を伸ばしてこのプランクに持っていきますっていうのが最終目標ですね。で、手をついたプランクってどうなのかってよく聞かれるんですけれども、手をついたプランクっていうのは正直あんまりおすすめできなくてですね、肘とかが、この関節がですね、こう緩い方とかはまっすぐつけるというよりは、肘がですね、中に入りすぎて肩とか手首とかに負担がかかりやすいんですね。なので、そういう方たちの場合は、しっかりと肩甲骨周りをですね、使えるようにしていくっていう意味で、肘もついた方が、効果的にプランクができるようになっていきますんで、まずは肘をつく、そして膝をつくですね、この2点を守ってもらって、ちょっとずつ膝の距離を遠くしていく、そして、背中がまっすぐキープできたら、最終的には膝を伸ばした形、かかとをギューッと遠く伸ばして、これでプランクができるようにっていうのを練習してみてください。まあ、これができたらですね、まあ、手をついた時にもしっかりと肩甲骨周りが使えたり、お腹周り使えるようになってますんで、ぜひ試してやってみましょう。はい、いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは皆さんの動きが良くなるようなテクニックだったり、レッスン、ケアシリーズの方もご紹介してますんで、よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。